ですけど、こういう風につるが出てくるので取ってあげます。ちょっと水分が少ないからなのか、葉っぱがちょっとシワシワになってるんで、昨日少し乾水したんですけど、そうですね、はい、また引き続き観察して、まあ、20センチ大きいぐらいにこう枝新梢ですね残しています。これ10センチぐらいかな、うん、に残して今作ってますね。ちょっとこういらない部分なので芽かぎをしてきました。すでに一つの根座に新梢が1個あるので、あまり多いと棚が暗くなりますし周辺の率が下がるので、はい、以上です。ありがとうございます。3週間ほど前に草を刈っていたんですが、それでも先日雨が、降りまして一気にぐんと伸びてきましたので、また除草作業をしばらくしたらやっていきたいと思います。大体目安としては1月に1回ぐらい戸田果樹園ではやっております。これは花水が2つついているので1つは取っていきます。上の方を第一花水、下を第二花水というふうに言います。まあ、生育でいうと同じぐらいだったので変わらなかったので下上を取っていきました。この軸が細くてスラッとしている花水がいいというふうに言われております。だんだんここら辺になると生育がまばらになってきまして、新梢のこのなんていうんですかね、 1.2 メートルで止めたいんですけれども、強さがありまして、生育がまばらです。これなんかは、まだ5センチぐらいしか伸びていないのでというのもあったりですとか、この新梢なんかは、もう20センチほどになっておりまして、生育状況はまあ長さでも分かるんですけれども、この、目座の、ところの、軸の太さと、あとこの名前が何だったっけな、この軸のところに出てるブドウの玉があるんですが、これらがいっぱいついている枝の方が、勢いが強い、樹勢が強い枝ということが分かります。これは、ピオーネですね。色はほとんどシャインマスカットと変わりませんが、少し色が緑が濃いですね。ピオーネの方が伸びたのでこのようにくくっております。これはまあ30年生のピオーネなので、そろそろまあ植え替えようかなと思います。これはシャインマスカットですね。くれるかな、まだちょっと長さが足りないですね。
あ、ここはくくれそうですね。これはこれくくれそうですね。枝がこの棚のところまで長さが来ているので、このように少し曲げながら、この テプナーで伸ばして、これでこうバシッと、あ、ホチキス入れてなかった。ホチキス入れてないと止まりません。そうだ、ホチキス入れるのはずっと、これは1年生のシャインマスカットです。今この枝の部分が10センチぐらいになってきました。3、2、1、チャンネル登録よろしくお願いします。